カプセル内視鏡、カプセル内視鏡、カプセル内視鏡は小型カメラを内蔵したカプセル状の内視鏡。小腸、大腸等の消化管の観察を目的とした内視鏡で、従来の内視鏡では不可能であった小腸の観察を可能とした製品。口から飲み込み、腸内の撮影を行い、肛門から排出される。低診臭に消化管の検査を行うことができる機器で、 現在日本では、小腸用と大腸用のカプセル内視鏡が、医療現場で使用されている。カプセル内視鏡は、1981年、イスラエル国防省の軍事技術研究機関、ラファエル研究所の電子、工学部門技術者、ガブリエルイラン等によって開発が始まり、1994年、ザ・ロスアンゼルスワールド・コングレス・オブ・ガストローン・タララジーにて、世界で、 初めてとなるカプセル内視鏡研究報告がラファエル研究所より発表された。1998年カプセル内視鏡の開発、生産、販売を行う気分イメージングがイスラエルで設立。2000年ネイチャーに臨床研究報告として掲載カプセル内視鏡の存在が広く知れ渡ることとなった。2001年気分イメージングの象徴用 カプセル内視鏡が欧州諸国で CE マークを取得、米国 FDA より認可を受けている。日本では2007年4月に薬事承認され、日本の富士ノン、現、富士フィルムホールディングスと販売、部品供給及び研究開発に関して提携し、同年10月に保険適用された。2012年カプセル内視鏡検査を行う前に、 消化管の開通性を評価する崩壊性のカプセル、パテンシーカプセルが保険適用されたことで、クローン病をはじめとするすべての症状疾患の患者に対し使用できるようになった。また、2013年7月、大腸用のカプセル内視鏡が日本で薬事承認され、2014年1月より保険適用となった。現在、大腸用のカプセル内視鏡は、 大腸内視鏡検査が解剖部まで到達できなかった場合や、気質的異常により大腸内視鏡検査が実施困難と判断された場合に限り保険が適用される。日本勢ではオリンパスや RF がカプセル内視鏡の開発を進めており、オリンパスは EU 圏内で2005年より販売を開始している。日本では2008年9月に製造販売承認を取得。 同年10月に販売が開始された。なお、ギブンイメージングは、医療機器メーカーであるコビディエンに2014年3月に、買収されたため、現在、日本でのカプセル内視鏡の販売は、メドトロニックグループのコビディエンジャパン株式会社が、行っている。カプセル内視鏡の形状は、薬のカプセルに類似しており、一般的な薬のカプセル剤よりも一回り程度、大きい。 コビディエンの象徴用カプセルのサイズは 2.6cm1.1cm で1秒間に2枚または6枚撮影を行い、大腸用カプセルのサイズは 3.1cm1.1cm で1秒間に4枚または35枚の撮影を行う。また、オリンパス製品はサイズが 2.6cm1.1cm で1秒間に2枚撮影を行う。 カプセルには CMOS や CCD で構成されたカメラ及び無線装置を内蔵している。患者が口から飲み込んだ象徴用のカプセル内視鏡は前動運動という臓器の収縮運動によって消化管内で運ばれ、前進しながら非侵襲的に腸内を撮影し、画像データを体外に送信する。画像データは患者がタスキがけで装着するデータ受信機が記録し、 撮影を終えたカプセルは、肛門より、自然排出される。カプセルは使い捨てで、検査終了後は、医療廃棄物として処分される。日本で、薬事認可されているものは、以下3つの製品がある。その他、認可されていないが、以下の製品が存在する。RF が開発中のカプセル内視鏡は、他社製のものより小さく、バッテリーは内蔵せず、 電波により送電する方式を採用、外部コントローラによって移動やカプセルの向きを自由に指示、制御ることができるとされている。カメラは本体中央に配置され360度回転できるため、消火管内の全面をくまなく撮影することが可能であるとされている。なお、RF 製のカプセル内視鏡は承認されておらず、市場流通はしていない。 カプセル内視鏡は、症状病変の童貞に有用かつ安全に、施行できる検査として、施行数は増加しているが、腸管の強作を生じている場合、自然排出されない症例がごく稀にあるため、検査をするにあたっては、愛部ド専門医への相談が必須であるという報告が、されている。カプセル内視鏡には体内に2週間以上留まる、滞流があるが、 その発生は341例中1ー0.29%、クローン病という報告がされている。大腸用のカプセル内視鏡を用いた検査直後に、大腸内視鏡検査を実施する方法で、18歳以上の大腸疾患患者約300人を対象として行われた比較試験によれば、と報告されている。その他、カプセル内視鏡が、 生体情報をモニター機器と電波干渉を起こし、画像が記録されない現象が生じることが報告されており、専用電磁波防護服で電波干渉を軽減している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。